この時間はバルセロナ対メス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。舞台はバルセロナのホームカンプノウです。フレと呼ばれる熱狂的なサポーターの声援がこのスタジアムに鳴り響いています。これは相手に与えるプレッシャーは相当なものでしょう。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。バルセロナ対メス。さあ北澤さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。ベールですね。クリスティアノ・ロナウド、いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。さあバルセロナ立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね。このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね。相手の出方がどう来るか注目ですね。今のファールは注意だけのようでしたね。まあまだ時間がありますからね。慎重にならないとですよね。バルセロナフェイントを織り交ぜたドリブル突破を積極的に狙ってくるというデータが手元にあるんですが、これは警戒しなければなりませんね。まあそういうチームは大体ドリブルが得意な選手がいますからね。そういう選手に対してはボールを奪うということよりも抜かれないことが大事になってきますよね。相手のドリブラーを常に目線に入れてぴったりついていくことが重要になりますよね。オフサイドになります。飛び出しがちょっと早かったようです。クリスティアーノ・ロナウド、いや本当ディフェンスラインギリギリですよね。スペースへ出す、抜けてくる。デンベレ削ってしまいました。先ほどのファールはイエローカードが出ていました。ちょっとファールになりましたけど、この辺で押さえておかないと危険ですよ。うわー、まだある。裏へ届くか。いい展開ですね。ツーゾーン、グリーズマン、あと少し。今のは惜しいシーンでした。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。中央へ、モドリッチから長いボール縦へ。ここはドリブルで上がる、抜いた。これもファウルですもんね。先ほど犯したファウルでイエローカードをもらっています。枠には行っています。自分で行く、スルーパスを出す。ああ、いい展開ですね。足元シュート、決めた。バルセロナこれで2点差。グリーズマン、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね。このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついているんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。さあバルセロナ得点を重ね2対0という展開。バルセロナとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。 2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。バルセロナここもしっかりディフェンスしました。グリーズマン、収まった、フリーだ、シュート。ああ、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。
時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。モドリッチドリブルうまいですよね。そうですね、一人で剥がさなければいけない場面もありますからね。メッシからグリーズマン、裏を狙っていきます。裏へ抜けた、打つか、シュート、ゲット、バルセロナ、この短時間で追加点。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いやもうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを蹴るイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。クリスティアーノ・ロナウド今日2点目のゴールです。さあバルセロナ現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いやこのチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。ちょっとルーズになる、ふわっとしたボール、さあ左へ預けて抜けてくる、どうする、ここで丁寧にボールを扱う、メッシとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。ボールの奪い合い激しいものがあります。メッシここでファールを取られます。セドリ今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。おお、決まった、素晴らしいゴールでしたね。怒涛の追加点、直接叩き込んできました。いやもう素晴らしいの一言ですよね、はい、あの位置から決めていこうという意識の高さと、実際にそれを決めてくるキックの質、もうパーフェクトですね。シュート、惜しくも外れたところで試合を止めます。前半終了、積極果敢な攻めが印象に残ります。メスうまく攻めきれなかったという前半でした。パスの出どころやボールの奪われ方の、これはファールを取られましたか。今のファールはイエローカードが出ました。裏へのスルーパス、このパスシュート、ボールは右にそれていきます。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。スローインをカット、これは読んでいました。クリスティアーノ・ロナウド、スペース出ましたね。モドリッチに渡る、スペースへ出す、来た、これはどうだ、このシュート、来た、追加点、バルセロナ、どこまで点差を広げるんでしょうか。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。メッシ今日2点目です。サーバルセロナ現在圧倒的な強さを見せています。キムジンス今のファールでイエローカードをもらっています。クリスティアーノ・ロナウド、これはなかなかこじ開けられない。バルセロナとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、相手のスペースを意識してるんですよね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってきてしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね。
まあその相互理解がないと穴が開いてしまうってことですね。そうなんですよね。メッシ、ここで選手を変えるようです。トニー・クロース、ここをかわした、裏を狙っていきます。ネイマール、お、これいいですよ。さあどこに出してくる。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。メッシとしてはなかなかいい形が作れませんよね。グリーズマンからスペースに出る。グリーズマンからネイマール、抜けてくる。ボールは右に攻めていきます。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、はい、そういった意思を感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められる。狙うバルセロナ、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯。シュート、相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。スルーパス、さあボールはウィリアムです、ね、一人で持っていく、上げてくる、どうだと呼んでいたロース。自分で行く、ここは中に入る。あるか、さらに点差を離していきます。ロナウド、今のは北澤さん、シュート、決まった、追加点、バルセロナ大量リード。さあ今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね、はい、それを確実に決めてくる決定力の高さ、ええ、これも見事でしたよね。これで今日4本目です。クリスティアーノ・ロナウド、ここはファールです。先ほど行ったファール、イエローカードをもらっています。距離ありましたからね、他の選択肢もあったと思いますけどね。ボールを上げる、裏のスペース、このスルーパスは通りません。スルーパスを出す、スルーパスを出す、フリーだ、来た、シュート、ボールは右に攻めていきます。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。さあ、つながるか、抜けてくる、打った、これはよく止めました。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。このピンチよく防ぎます。ネイマール、ウィリアム、マルセロ、抜きに行きます。長いボールを送ります。デヘア、ここは飛び出しての反応、上がっていく左サイド、個人に見せます。
裏へ届くか。さあカウンタースピードを上げたいところ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。シュートだ、シュート、